だなこれ生ハムの原木昨日買いました。でうちでもそんなにしょっちゅう買うものではなくて3年ぶりぐらいに買ったんですけど、昨日スーパーでね主人が見つけて、自分のクリスマスプレゼントとしてでいいから買ってくれって言ってすごいお願いされちゃったんですよ。それで買うことにしました。でクリスマスの時期まで待とうかなとも思ったんですけど、 Amazon で日本ででも同じような扱いがあるようでそれほど高くなかったので、それなら早めに開けて皆様と情報を共有した方がいいかなと思って、これから開封することにしました。これスペイン産なんですけど、あのスペイン産の生ハムはイタリア産のものとちょっと特徴が違うんですね。味の特徴がちょっと違うんですけど、うちはすごく大好きで時々買うんですよ。で、あのこのようなセット品だから、これ生ハムの他にも包丁と、まな板がセットになっているんですけど、そういう製品に限っては結構スペイン産のものは最強だなと思っています。値段もイタリア産のものよりも安いです。これから開封して味見もして皆様と共有したいと思います。で、あの Amazon のリンクも一応下に貼っておきますので、もし今年の年末年始同じようなものをゲットしたいと思った方はご検討なさってみてください。それではこれから開封しようと思います。始めまーす。それでは今からまず箱を開封します。ちなみにこれ値段なんですけど50ユーロでした。中の生ハムは 6.7キロ、まあ、骨付きなんですけど値段は50ユーロでした。ダダーン。ダダーン。ダダーン。おお。おお。うん。おいしい。箱に入っているのはまな板と包丁だと思います。まずまな板を組み立てるところから。入っていたのは生ハム用の包丁、それとまな板。今からこれ主人が組み立てます。これは別にあの電動のものを使わなくてもドライバーで手動でもできるそうです。Questo ho messo qua là. Messo così e lui mettiamo qua dentro. Ok. Poi lo possiamo anche scartare così. Scartare così. Lì. Mirato?
Okay. Ta-da! Scartiamo? Lo scartiamo? Sì. Com'è? Oh! 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 うん、豚肉の脂の匂いがしました。なじみしまたい、またいしし、し。あの包装は、ビニールの包装は全部剥がさないで置いとくそうです。外装のビニールについては私たちは少しずつ剥がしていくことにしました。というのは結構ねこれすごくあのベタベタなので、剥がさないで置いておいた方が扱いやすいし、切っていくたびに少しずつ剥がしていけばいいと思うので、このままつけておくことにしました。あのもちろん全部剥がして置いてしまってもいいんですけど、何か布か何かを上にかぶせておけばいいと思います。で、あの切った部分に関してはあのサランラップなんかで覆うとカビが生えやすいようなので、通気性のある布をかけておくようにします。それではこれからあの主人が、油と皮の部分を取り除く作業から始めるんですけど、この取り除いた部分は捨てないで、取っておきます。何に使うかというと、豆の煮込み料理に一緒に入れて出汁を取るように使います。なんでほとんど捨てる部分がないんですね、骨以外は。それでは始めます。おまずあの包丁はあの自宅にある別の包丁を使っています。皮とかは硬いので、食べてる、ただしアタッカーとかあるね。Sì, questo appunto per questo ci si fa la fagiolata。そう、これね取っておいてお豆の煮込む料理に使います。ベロ、そう、タリアンドベネ。付属についていた包丁を試してみます。ごめん、下やばいね。ごめん、そう。それ、もっと、もっとフレキシブル。付属についていた包丁はちょっと刃が柔らかすぎて、ちょっと使いづらいようです。まあ、でも、ちゃんと切れてますけど。確かに柔らかそうですね。そうですね、付属についてたのだからそんなに期待はできないですよね。ということで、うちの包丁に変えました。それでは試食してみたいと思います。味がしっかりついていて、とっても美味しいハムです。もっとシュート。美味しい。美味しい。なんちゃん、めっちゃボルゲネドボ。わあ。Questo, mano a mano che si taglia,
cambia sapore. Che cambia sapore e diventa ancora più buono. Questa è tutta la prima parte. これはあのまだ切り始めの上の部分なので、もう一回なんていうのかな、ちょっとあのドライな感じなんですね。ビーフジャーキーの生ハム版って言ったら分かりやすいかな。で、これあの生ハムのこの原木の面白いところは、切っていくと味が部位によってかなり味が違うんですね。なのでもっとこれ中の方に切り進めていくと、あの柔らかいお肉になります。これこの部分はこの部分でとっても美味しいです。味がしっかりついていてとっても美味しいです。うん、おいしい。うん、おいしい。Sta attento, eh? No, però no. Solo sì. Va sempre tagliato da qui a lì. Allora devo cambiare verso. Dai. Devo girare di qua. Che vado male, Lo so, lo so. Sembrava, lo so, devi infatti. Infatti dura. È faticoso, eh? Faticoso. ている間に味見が止まらなくて、切り進めてこんな感じになりました。ママバスサジャレシーバベネボーノボーノベネシモベネシモエポーボーノ。Al ladro mi stanno rubando il prodotto! Oh, mi sta rubando tutto il prodotto! Oh sì! E basta, eh? Beh, basta! 切り口がこんな感じになったんですけど、布をかぶせて保存します。室温で、あのそのまま部屋の片隅に置いておきたいと思います。このような状態で常温で保存します。このような感じで常温で保存しても1ヶ月ぐらい全然大丈夫だそうです。そう、あの結構塩分が強いので常温で、置いておいても、密封してラップとかで覆ってしまうとカビが生えやすくなるんですけど、あのきちんと空気が通るようにしておけば、あのかなりの間長持ちするようです。それでは今日これ切った皮と、油の部分ですね、これを使って、お豆の煮物をしたいと思います。材料たまたま全部うちにありましたので、お豆のトマト煮込みを作ります。それでは今から早速この油と皮のついた切れ端を使って
ファチョラータというものを作ります。ファチョリっていうのはあのお豆のことなんですけど、ファチョラータっていうのはそのお豆と野菜なんかを一緒にトマトソースで煮込んだもののことです。それで、出汁のためにこのようなものを一緒に入れるんですけど、これ豚の脂がたっぷりなのでコレステロールが高い方にはおすすめできないんですけど、冬にはとっても温まる料理です。しかもこの生ハムの出汁が出てとっても美味しいものになります。今回うちにあったこの缶詰のお豆がありますので、2缶これありましたので、これを使ってやりたいと思います。必要なのはこのお豆のゆで缶と、あとあのパサータ、トマトのパサータ、トマトピューレとかホールトマトでももちろん大丈夫です。それと家にある適当な野菜ですね。できれば、人参とセロリと玉ねぎで、玉ねぎではなくて今回はこのネギを、ネギのこの切れ端を使って作りたいと思います。もちろん玉ねぎでもいいです。それからあとニンニクと赤唐辛子、このような私オイル漬けのものを常備してありますので、こちらを使いたいと思います。それでは早速どのような感じで作るのかお見せします。でまずこのこの油のこの部分なんですけど、これを適当な大きさに切ります。でこれ今から油なしでフライパンに入れて、直接入れてカリッとなるように炒めていきます。ちょっと油が多すぎたら少し取り除きたいと思います。ではまずこれをあのフライパンに油なしで直接入れて火をつけます。このような感じで、火をつけました。油は入れてないです。そしてこちらの野菜を適当に切っていきます。セロリ、今回私はこのネギの青い部分を使ってしまいたかったので使ってますけど、もちろん玉ねぎでもいいです。でこれで野菜全部切れました。弱火でじっくり炒めて油を切らすようにします。このようにたっぷりの油が出てきましたので、ちょっとこれでは多すぎると思うので、少しキッチンペーパーで拭き取りたいと思います。はい、こんな感じで結構大部分の油取り除きました。これでだいぶヘルシーになったと思います。それではここに、ニンニクと、まずニンニクみじん切りにしたものと、あと赤唐辛子、ペペロンチーノのオイルを入れます。先ほど切った野菜全部入れます。火を強めます。そしてお塩を入れます。野菜が炒まったらここにパスタータを入れます。トマトピューレとかでもいいです。濃すぎる場合はお水を足して調節してください。これで野菜が柔らかくなるまで蓋をしてしばらく煮込みます。ちょっと弱火にします。それでは野菜を少し煮たので、この缶詰のお豆を加えていきます。あと20分ぐらい、まあ、全部で40分ぐらい煮込んだ方がいいと思います。これで弱火にまた15分20分ぐらい煮込みます。で人参を味見してみて、まあ、人参が一番火が通りづらいので人参を味見してみて、火が柔らかくなっていたら出来上がりです。で最後に味見をして塩コショウを整えて出来上がりです。ちょっと足りなかったのでお塩を足します。コショウも足します。
これで出来上がりです。これは、焼きたてのトーストと一緒にいただきます。美味しい、美味しい。なんかボーナー。え、ベルンがベネクラブじゃ。